おじさん。怖かったよ。ちょっといいか。兄貴。ミキョは。ミキオ、ミキオ、ミキオ、おじき、すみません。朝顔か。いいんだ、いいんだ、そんなことは気にするな。おじき、なんだ。親父。じゃあ、頼みます。分かってる。中原は絶対に俺が連れ戻す。よか。ミキオ、ミキオ、おい、ミキオ。もしもし。本当ですか。はい、そうですか、わかりました。よろしくお願いします。それじゃ。ミキオ、一命は取り留めたようです。そうか。はあ、よかった。それじゃ、俺はそろそろ行く。親父のところですか。ああ、確か琉球街の外れの闘牛場だったな。はい、1年前から玉城組がアジト代わりに使ってる場所です。分かった。兄貴、俺もお供します。ダメだ。え？お前も足を撃たれてるんだ。すぐに病院に行け。兄貴、でも俺。ダメだと言っているだろう。今ついてきても犬死にするだけだ。兄貴、カムロ町の時とはわけが違う。今回は連れてはいけない。でも俺は竜道一家の若頭です。子分やられて親拉致られて、おとなしくしてるわけにはいかないんだ。俺だって一人前の男になりたいんだ。気持ちはわかる。だが今じゃないはずだ。え？死ぬと分かってて戦うのが一人前の男ってわけじゃない。男なら命を張る場面はきっと来る。お前にその時が来たら思い切りやればいい。今は俺を信じろ。
またお前か。やっと会えたな。中原はどこだ。まあまあそう焦るな。こっちは1年ぶりの再会を楽しみにしてたんだ。峰会長にお前に会わせてやるって聞いた時は嬉しすぎて鳥肌が立ったよ。峰はどこだ。とっくに帰ったよ、東京にな。俺の役目はあの養護施設をぶっ壊すこと、それにあんたの足止めだ。あんたをここで殺せば白鵬会から10億円、ついでに流動一家を潰せば沖縄は全て俺のもんだ。貴様、ま、時間はたっぷりあるんだ。あとはゆっくり楽しもうじゃねえか。中原！キリュウ。いい絵じゃねえか。昔はブイブイ言わせた極道門と闘牛の対決。こりゃ見物だぜ。玉城、お前。ちょっと待て。闘牛ってのはな、銃の音に敏感に反応するんだ。もし俺がこの銃ぶっ放したら、中原に向かって突っ走るぜ。それでもいいのか。中原の始末は後回しだ。まずはお前を血祭りにして、その後たっぷり闘牛と遊ぶとしようじゃねえか。そうはさせねえ。誰だ。すんません、兄貴、怒らないでください。お嬢が、お嬢が一人でここに行こうとするもんで。力也、さ、先。何しに来やがった、この死に損ねが。タマスロ、もう警察には連絡済みだ。10分もすりゃおまわりがここになだれ込んでくるぜ。なんだと。お前みたいな奴は兄貴や親父が相手にするような価値ねえんだよ。くそが。そうか、お前ら中原が死ぬとこよっぽど見てえらしいな。それなら望み通り見せてやるよ。長原、てめえと流動一家はこれで終わりだ。おやじ、中原、お嬢。お父さん、危ない。うわぁ。おやじ。中原、なんだと。
玉城、久々に思い出したぜ。町で暴れ回った頃の自分をよ。チキリュウ、キリュウ、俺は平気だ。そっちはお前に任せた。わかった。力也。はい。警察が来るまであと何分だ。7、8分です。よし、じゃあそれまでにこいつら全部片付ければいいんだな。はい。時間がねえ、遊びは一切なしだ。さっさと片付けさせてもらうぜ。上等だ。てめえら、そいつをぶっ殺せ。これくらいでへたばっちまうなんてお互い年だな。一緒にするな。酒。お前喋れるように。失敗かけてごめんな。敵に背中見せんのは素人のやることだ。これでお前も終わりだ。一足遅かったか。リキア。撃たれちゃったみたいです。兄貴、自分どこを撃たれたんですか。大丈夫、大丈夫だ。こんな傷すぐに良くなる。おい、しっかりしろ、しっかりしろ。兄貴、これって俺命にってやつなんすかね。俺は兄貴を守ったんすよね。なら俺はそれでいいや。リキア、ホーム。俺楽しかったっす。兄貴に会えて。おい、リキア、何言ってんだ。これで俺も
一人前の男かな。力也。兄貴はかっこいい。さ、最高に。力也。絶対に。あの、峰。ミネか。ミネになんだ。負けない。わかった。わかったから死ぬな。死ぬな、リア。すみません。力也。おい、力也。おい、お前何勝手に死んでんだ。おい、俺は許さねえぞ。おい、力也。一応しろ、力也。当機はあと10分で到着します。着陸までの間、シートベルトの着用をお願いいたします。今頃キリュウがどんな顔をしてるか見てみたいもんだぜ。でもこれで白鵬界の実力も分かったでしょう。ああ、ここから先いよいよ峰会長の時代が来るってことだ。東京に戻ったら今晩セッティングしましょうか。何をだ。これでもう峰会長の7代目は決まったも同然です。桐生に一泡吹かせてすっきりしたついでに7代目就任の前祝いですよ。まあいいだろう、会長も喜ぶ。でも6代目もガードが甘すぎでしたね。ずいぶんあっさりと打たれたみたいじゃないですか。そうだな。まあ若い分トップとしての意識も甘かったってことだろう。まあ6代目も所詮は坊ちゃんだったってことだ。まあ今じゃ死人も同然だがな。まったくです。なんだって。ああ会長、こいつが峰会長のお祝いをぜひと。何かめでたいことでもあったか。そりゃだって。何がめでてんだ。6代目が死ぬのがそんなにめでてえのか。ああ、めでてってえのか。
あんたはこれで沖縄と東京を1時間で行き来していたのか。ああ、そうだ。これを使えば1時間もかからんよ。本当に今すぐ行くのか。ああ、力也との約束だ。俺は峰と決着をつける。世話になったな。何をしてる。まだ全てが終わったわけじゃないだろう。お前がミネを倒し、俺がリチャードソンを捕まえた時、その時までこのシェイクハンドは取っておこう。では行け。お前たち二人でいいんだな。ああ、一緒に行ってくれるか、ハルカ。俺は後から向かう。病院で堂島大吾を見つけたら屋上に向かえ。俺は救助のヘリを回す。分かった。気をつけてな。じゃあ病院の屋上で待ってるぜ。六代目。会長、リチャードソン様からお電話です。ある。 OK ガール。 No There's no change in the plan. Bye。桐生さんが沖縄を出たようだ。あと少ししたらここへ来るだろう。いかがいたしましょうか。別に気にすることはない。奴らが到着したら全てが終わる。おじさん。なんだ。おじさん、今から大吾さん助けに行くんでしょ。どうして私に一緒に来てほしいって言ったの。いつもなら私が行くって言っても止めるのに。おじさん、おじさん死ぬつもりなんでしょ。もう死んじゃうから、最後になっちゃうから私のこと連れてきたんでしょ。ごめんな、ハルカ。え？もう一度お前とこの街を見ておきたかった。おじさん。すまん、俺がわがままだった。やはりお前は沖縄に。大丈夫。私すごく嬉しい。はるか。本当だよ。嬉しいよ、おじさん。
すみません。おじさん。白鵬会の連中か。急いでるんだ。通させてもらうぜ。そうか。じゃあ死にてえやつだけかかってこい。Looks like you're a little late. You just missed him. If I'd known it would have come to this, I'd have killed you when first we met. なんだと？Daigo はどこだ？どこへやった？ If you're looking for Daigo, Mine's taken him up to the roof.
屋上だな。そうか、屋上に行くにはあんたを倒してからにしろと。 You're welcome to try. This is the end of the line for you, Kazuma Kiryu. ミネ、やっぱり来てくれましたか。さすがです。嬉しいですよ、飛龍さん。何を言ってるんだお前。大吾をどうするつもりだ。お前大吾を殺して登場会の跡目につくつもりなんだろう。ふん、跡目か。本当はそんなもんどうでもよかったんですがね。こんなことになっちまうとは。こんなことだと？何を言ってるんだ桐生さん。俺はね、大吾さん、いや六代目のこと本当に心配していたんですよ。何？この人は俺の人生で唯一俺を一人の男として信じてくれた人なんですよ。桐生さん、俺がこっちの世界に入ったのは神田の口利きだってこと知ってますよね。ああ。あれは俺が神田に金を積んで頼んだことだったんです。無所から出てきたばかりのバカな極道を探していたらたまたま神田に行き当たった、それだけなんですよ。どうしてあんな男にすり寄ってまで極道に。俺はね、あんたと同じ孤児だったんですよ。何？俺も生まれた時からたった一人だった。物心ついた時から貧困の限りを味わう毎日、まるで戦後の孤児並みの生活しかできなかった。今の日本でもまだそういった現実はある。あんたならわかるでしょう。誰からも愛されず、誰からも必要とされず、ただ孤独と向き合いながら生きていく辛さを。だから俺は絶対に偉くなってやる。偉くなって金を手にしてやるということだけを考えて育った。俺は誰よりも働いた。そして誰よりも我慢した。なぜかわかりますか？金のためですよ。金という目標ができた瞬間から俺は手段を選ばず、生きる時間のすべてを金を作ることに捧げてきた。そして欲しいものは何でも買える。いい女も好きなだけ抱ける。周りのみんなも俺の命令を喜んで聞いてくれるようになった。だけど気づいたんです。全ては嘘だと。嘘？そうです。人間はみんな嘘つきで身勝手だ。いくらたくさんの人間が周りにいても、みんないつか自分の都合で勝手に離れていく。そんな様子を見続けながら俺は悩んだ。人間の絆なんてものはこの世にないものなのかと。そんな時、俺は絶対的な人間の絆があると言われる世界の存在を知った。それが極道だったというわけか。
そうです。俺はそこに絶対的な絆というものが本当にあるのか知りたかった。だから神田に金を渡し、あの有名な登場会の門をくぐったんです。そこで知り合ったのがこの大吾さんでした。大吾さんは極道として経験のない俺を、いや中身のない人間だった俺を普通に迎え入れてくれた。年も俺と変わらない。だけど人の上に立つ男のカリスマがこの人にはあった。俺はかけ根なしに初めて人を好きになることができたんです。それならどうしてこんな真似を。俺はね、桐生さん、今回の一件、もし大吾さんが生きていたら無条件に手を引いてたんですよ。何？じゃあどうして。だが大吾さんは死んだも同然。俺は虚しかった。目標になる人間を失った以上、次の生きがいが俺は欲しかった。そして心に決めた。嘘だろうが何だろうが、誰にも文句を言わせないほどの力を得てやろうと。それでブラックマンデーに協力を。そうです。何を言ってるんだ。それに大吾はまだ生きているだろう。こんなチューブをつけて生かされているのは人間じゃない。やめろ、ミネ。俺にとっての大吾さんはこんな姿をした人じゃない。こんな大吾さん、俺はこれ以上見たくないんですよ。ミネ、お前何か思い違いしてんじゃねえのか。人間、しがみついてでも這いつくばってでも生きることに価値があるんだ。わかるか。大吾はまだ必死に生きようとしている。そんな人間をお前は自らの手で殺すというのか。まさにあんたの言いそうなセリフだ。なんだと。大吾さんもあんたのそういうところに惚れていたんだろう。俺はね、あんたみたいな義理人情だけで生きてきたみたいなやつが大嫌いなんだよ。なんであんたはそうなんだ。あんたも俺と同じ孤児だろうが、なのにどうしてそんなことが言えるんだ。今俺がやるべきことは2つ。俺の目標だった大吾さんを俺の手で最後の幕引きをして、大吾さんが大切にしていたあんたを殺す。そして俺は登場会のトップに立ち、新たな生きがいを。そんなことをして何になるんだ。何？お前は何にも分かってない。お前の周りから人が去っていく理由、俺にはよく分かるぜ。あんたが何を知ってるって言うんだ。お前から去っていった人間が今でも恨めしいか。ああ、あんな金をたかることしか頭のない、血も涙もない連中、今ここにいたらぶっ殺してやりてえよ。だったら何なんだ。お前も同じだぜ。お前もその連中も金に振り回され、人間そのものと向き合うことをしなかったんだ。お前は自分しか信じちゃいない。自分以外の人間を心から信じれない。だから人から愛されないんだ。黙れ。お前を迎え入れた時、大吾は人としてお前を信じたはずだ。だからお前も大吾のこと。黙れ。何をする気だ。お前みたいな人間には口で説明しても伝わらない。だったら俺が俺なりのやり方で
お前に教えてやる。やっぱりあんたって人はこんな時でさえ何にも変わらない。いいでしょ、気持ちだけで人間どこまでやれるのか。教えられるもんなら俺に教えてくださいよ。でも言っときますが、いくらあんたでも俺を倒すのは簡単じゃないですよ。桐生さん、これがあなたの最後の戦いです。思いっきり来てください。言われなくても遠慮はしねえ。とことんやってやるぜ。行くぞ。キリュウ！では判断できず、もうどうしたらよいか。例のドバイの案件の株、時価の10倍での申し込みがありました。今回の話を聞いた欧米のファンドが会長とぜひミーティングをと依頼が殺到して、スケジュールが金か。結局会長、金しか残らなかった。俺はのし上がったんだ。誰の力も借りず、誰も信じず、金だけを信じて。会長、決まれば数千億規模の案件です。会長、早くご決断ください。でも人間、結局誰かを信じたい。信じてもらいたい。それだけなのかもな。なあ、桐生。会長、返事を先送りにしていると、先方が態度を変える可能性もあります。会長、お返事ください。会長。なぜかな。なんか吹っ切れたみたいに穏やかな気分だ。全てが終わる時っていうのは、こんな気分なのかな。いや、人間生きてりゃ終わりなんてない。いつだってやり直せるんだ。奴らは CIA なんかじゃない。表向きはそうだが、あいつらはブラックマンデーの構成員。じゃあ、あの男が
そう、アンドレ・リチャードソンだ。あいつか。そうだ、俺は奴らに聞いて、あんたがここに来ることも知っていた。 CIA や風間の動きも奴らには全て筒抜けだった。I'm afraid your role in all of this has come to an end. くそ、やつら何する気なんだ。俺らを殺して新たに基地拡大法案を実現できる人間を探すはずだ。こうなった以上、やつらにとって俺は用済みだからな。Oh, there are plenty of people who could replace you. And unfortunately, you both know far too much for me to let either live. Die. What? What the fuck? まだ死ぬわけにはいかないんだ。俺は。お前大丈夫なのか。ええ、桐生さんこそ。でも一体何が。ミネ、ミネ、お前どうしたんだ。大丈夫か。危なかったな。だがもう大丈夫だ。会長、クソ、しぶといやつだ。Won't let it end like this. I'll kill you all. Die! Goddamn you! Die! すみませんでした。ミネ、何を言ってるんだ。何をしてる。こっちに来い。今の俺にそこへ行く資格はありません。ミネ、キリュウさん、俺も極道の端くれ、俺なりの筋通させてもらいます。ミネ、Stop it! Are you nuts?キリュウさん、もう少し早くあんたに会って教えてもらいたかった。ミネ、生まれ変わったら俺もそっちに入れるかな。やめろ、やめるんだ。ミネ、ミネ、
桐生さん、まさか登場会を裏切ったの？ミネだったんですか？いや、違う。あいつは、ミネは裏切り者なんかじゃない。そうですか。それじゃあ今夜経つんですね。ああ、また寂しくなりますね。そんなことはねえよ。また近いうちに遊びに来るさ。お待ちしています。あ、はるかちゃん来たみたいですね。それじゃあ行くな。ええ。キリュウ、お前は浜崎？すべて失っちまったよ、お前のせいでな。俺はもう終わりだ。だが捕まるくらいなら首でもくくるわ。何言ってるんだ。死ぬくらいなら生きて罪を償えよ。何だと？死ぬ覚悟があれば何でもできるはずだ。お前に信じるものがあってやり直すつもりがあるなら力を貸すぜ。そんなことを信じろってのか？ああ。そうか。なら試させてもらおうか。死ぬ気になったら何でもできるってか？信じる？やり直す？ああ？ふざけんな！お前に教えてやるよ！人間死んじまったら信じるところじゃねえんだよ！おめえはあんねえんだよ！おら、言ってみろ！死んじまうときは信じるとかどうとかどうでもいいんだよ！俺は信じる。おい、誰か！警察呼べ！おい、てめえ何してんだ！こいつ！この野郎！おとなしくしろ！キリュウさん！おじさん！おじさん、しっかりして。おじさん、そんな嫌だよねえ。おじさん、俺はミネに教わったんだ。信じる心ってのは人間死ぬ間際でも持てるんだってことを。
しいお家だよ。ミキお兄ちゃん、なんで入らないんだろう。新しいから緊張してんのかな。こっちこっち。あは。行くぞい。当ためば。行くぞ。けんけんぱ。けんけんぱ。間違えちゃった。すごいね。やっぱさきちゃん絵上手。そんなことないよ。ねえねえ、はるかお姉ちゃんも見てみなよ。